やばいこれ全部ダウンとかじゃこれはもう無理だな。オルタネートで行くしかない。もう絶対持たない。いやきついなこれ。音色もすごい勢いで切り替えんのね。そんでお疲れ様です。今日は3月28日です。はい、今日は新宿ヒルトンでございます。雨ですね。寒いよ。そしてスタジオでは何が起きているのか全く分かりません。一応昨日から今週のチームのなんていうかタスクが稼働してるっぽいんですけど、誰が今日スタジオに来てるのかとか全然分かんないですね。サンシャインがいればな、最近どうなのっていうのをね聞けるんですけどね。今日来てんのかな。スタジオチームのメンバーそれぞれね、ヒルトンスタジオ以外のなんか仕事もいくつか兼任してるんで、そっちが忙しいのかもしれない。最近は それになんかイベントが入ってないのか、ちょっと平和な時期なのかもしれないね今はね。で今夜ね、のりさんが私のキャビネットをね預かりに来てくれます。かなり夜遅いんですが、多分なんかのついでにねわざわざこっち回ってくれるんだと思います。のりさんありがとうございます。お世話になります。ダメですね。おはようございます。なるほど、全然昨日は何もなかったんかな。じゃあ誰か来んのかな。このテーブル使っていいんだろうか。一旦組みますか、パソコンとか。で誰か来て使うようだったら移動する。
お昼ご飯行ってきました。三つ星一人で。ちょっとサンシャインに連絡してみようかな。はい、お疲れ様です。元気です。久しぶりだぴょん。久しぶり。あれ今日グッ How are you? Pretty good. 今日ググル？ググルです。ご苦労様です。どうですけど今日どこ？今日ヒルトンのスタジオにいるけどね、一人じゃん。今一人で三つ星行ってきた。あ、ごめんね。じゃあここから五つ星行きます。うわいいな。Sounds good. そう、行ってみたい。後で I can understand your tears。 なんか今日の朝ごはんの写真。すごい。マジか。うわあ、すごい。なんかホテルの朝食みたいじゃん。絶対太ってる。Next time you'll see me, I'll just be rolling in the floor. なんかぶっ飛びになる。やばいね。腰はどうなの？背中、How's your back? まあまだ痛い。でも新しいドクターに行きます。スポーツドクター。ああ、そうなんだ。 Sorry, it's been long today. 大丈夫です。大丈夫です。お疲れ。はい、またね。はい、失礼します。はい。届いたけど、私全くわかりませんね。ダコタさん、忙しいっぽい。写真撮って一応経緯だけ説明しとくか。はい、結局、早めにスタジオ出てきました。いや本当ね、何も起きてなくて、まあこれ以上いても時間がもったいないと。今極練やりたいから一旦帰ってね、食材とか晩ご飯の買いに行って、そんで今日は極練やろうと思います。いやもう本当最近スタジオで何が起きてるのか全然わかんないんだよな。もうあんだけ人がいたのに全然いなくなっちゃって、各自それぞれ何かやってるからさ。ここ改装してグラウンド全部土じゃなくて、なんていうの、競技場みたいな、まあ、確かに変わってるっていうかね、最初からこの状態でしか知らないけど。はい。で、もう帰ってきて、食材を買ってとりあえずシャワー浴びて極練やっていきたいと思います。でね、のりさんがおそらく10時半とか11時ぐらいにこのキャビネットをね取りに来てくれるんで、ここが最後のチャンスですね。音色とかそういうのを詰めるとしたら、だから極練明日もう一日最後にね、時間を取ってあるんですけれども、まあ、そこはね、音色に関してはいじれないんで、今日最後に一応ね、音色のチェックという意味で極練やります。ピックアップ、これね、シタール使うんですよね。どこにいるかというと2番目です。
リスさんに、キャビネットを預けてきました。のりさんよろしくお願いします。ありがとうございます。で、明日もね、曲連1日あのスケジュールが割いてあるんですけれども、まあキャビネットないんで、こいつはもう使えません。今日作った音でとりあえずリハ行くしかないということでございます。勝たしていきましょう。これあの Line6 のバリ X をパソコン上でプリセット作るやつ、これで繋いでます。久しぶりに出してきた。いや結構やばいんだよな今回、むずすぎる。スピーカーケーブル長いです。そして電源ケーブル太いです。はい、これは明日練習で使う。